僕の、選んだ、ベスト入場は2015年1月4日東京ドーム大会中村慎介戦です。この試合は、IWGP インターコンチネンタル、タイトルマッチだったんですけど、2014年ですかね、の11月に、中村さんがタイトルマッチで、勝利した後のマイカーピールで、自分の手持ちのカードはもうない。俺をたぎらせるジョーカーはいない。とっさにダッシュしましたね。リングに向かって、はい。確か中村さんがまだマイクアピール中だったんですけど、まあ、突然、後ろからジャーマンをして、たぎらせられて、僕じゃダメですかって答えを求めたんです。そしたら、中村さんは、おい、いぶし、もちろん、いや、この、もちろん、いやを、っていうのは、ちょっと今でも、よくわかんないんですけど、当時は、お、試合決まったみたいな。東京ドームで、中村さんと試合ができる。もう、緊張もそうですけど、まあ、テンション、やっぱりもうマックスでしたね。年に一度しかない東京ドーム大会で、中村さんとできる。この状況だけでももう、ねえ、爆発仕掛けてたところに、僕の入場の時には、自分の入場のタイミングで、下から、ボーンと、出る入場だったんですけど、そこでもう大爆発してしまいました。大阪での突然の乱入、掟破りの八尾の絶叫はまさに新たな旅路への始まり。初めて自らの意思で通したわがまま、インターコンチへの切符、中村との一騎打ちを強引に掴み取りました。いざ、魂が渇望した戦いの場所へ。華麗で優雅に空を舞うプロレスに選ばれしゴールデンスター井伏浩太。しかしその奥底に眠るのは飽くなき強さへの欲求。その全てを解放させられた一昨年の夏、中村戦。あの時の感覚、あの時の匂いが忘れられない。中村さん、限らせる相手、自分じゃダメですか。命がけのリングで今一度自分が生きる意味を確認したい。プロレス史上稀に見る究極の遊びへのいざない。最上級にクレイジーな最高級のプロレスラーが2人、井伏中村、中村井伏、いびつで気高い唯一無二の一戦。拳を握ったゴールデンスター、今宵東京ドームに本能を刻み込みます。実際のところ入場している最中っていうのはもちろん覚えてますけど、すごい長く感じました。多分実際のところ1分かかったかかってないかぐらいだと思うんですけど、本当に10分とか20分ぐらいだと思います。